さあさドレスに着替えて世界一のお姫様踊りまし。最近さ、私アニメとか見出したんだよね。今まであんまり見たことなかったけど、意外と見出したらハマっちゃってさ。わかるわかる。最近ちょっと外出も控えないとっていうムードになってきたから、アニメって重宝するよね。お、なんだなんだ、二人ともギャルの次はオタクかか。カーセ、ちょっとだけいいか。うん、どうしたの平井、何かよ。こないだ貸そうと思ってたラノベ文庫なんだが、今日持ってきたから渡そうと思って。あ、平井じゃん、ちょうどよかった。あんたオタクだからアニメとか詳しいでしょ。私にもなんかおすすめ教えてよ。ちょっと時間ある？ここ座りな。おすすめか、一体どういったジャンルが好きなんだ。うーん、ジャンルとかあんまよくわかんないけど、今見てるやつは結構ラブコメって感じのやつだよ。出てくる女の子も超可愛くて、男の子も超イケメンなんだ。なるほどな。ただギャルの観点から見たイケメンと可愛いは少しオタクとは違う気がするからな。多分キャラデザイン作画がきれいめなものがいいんだろうな。でもそこを追求すると、実はもともとはエロゲー発信だったりするんだが、まあそこはまだ進めなくていいか。やば、ちょっと何言ってるかわかんない。そういえばめぐみが平井から借りようとしてたやつはどんなのなの。平井、あれなんだっけ、タイトル長そうなやつ。ああ、これか。異世界モノってやつだな。巷ではナロー系と言われることもある。ああ、なんか私も見たことある。異世界からどうたらこうたらとかいうやつでしょ。何それ、面白そう。私も今度いろいろ貸してよ。わかった。それじゃあ最初から入りやすいような読みやすいものを持ってきてやろう。なんかオタクの平井がギャルの私たちと仲良くなってるの、ちょっと嬉しいな。なんでオタクの平井があんなカーセたちと仲いいんだよ。へえ、異世界もの結構面白いじゃん。アニメも面白いし、本も読み出したら止まんない。はあ、眠、そろそろ寝よっかな。登場人物多すぎて私頭悪いからパンクしちゃいそう。おやすみ。すやーすやー。はあ、よく寝た。昨日割と早めに寝たからな。お腹減った。朝ごはん朝ごはん。父さん母さんおはよう。めぐみおはよう。まだ顔が全然起きてないわよ。ほら早く朝ごはん食べなさい。はーい。お父さんおはよう。めぐみおはよう。少し顔が腫れていて、メイクの跡がやけにくっきり残ってる顔も可愛いぞ。なんか遠回しにちょっとディスってない？気のせいかな。なんかいつもと家の雰囲気違う気するけど。それじゃあ仕事に行ってくる。また帰るとき連絡するよ。わかったわ。今日も行ってらっしゃいパパ。毎日帰るとき連絡ありがとう。ほんと偉いよね、帰ってくるとき毎日毎日連絡入れるなんて。よし、私も準備完了。学校行こうっと。母さん、行ってきます。あれ、父さん何してるの。わかった、もしかして忘れ物とかしたんでしょ。めぐみ、父さん疲れているのかもしれない。家に出たらなぜか目の前に湖が広がってるんだ。またまた何言ってるの。それ相当疲れてるんじゃない。え、え、えー、何これ、どうなってるの。なんで湖に囲まれてるの。嘘、これ何、異世界に飛ばされたってやつ。いやいや、そんなわけないでしょ。私小説読みすぎたかな。でもこれ私の家だよね。そうだ、ママに帰る連絡をしなくてはな。いやいや、もう目の前なんだから連絡しなくていいでしょ。っていうかそれよりもっと大変でしょ。あら、どうしたの二人とも。急に帰ってくるからびっくりしたわ。もしかして今日土曜日の間違い。違う違う、それより大変なの。外見てきて。まあ大変、目の前が湖だわ。よかった、私しか見えてないかと思ったよ。しかし困ったな、これでは仕事に遅れてしまう。会社に連絡しないと。ふーむ、どうやら県外みたいだな。
マジ？本当だ、ネットつながんないじゃん。まあまあみんな、慌てても仕方ないわ。家の中でゆっくり話しましょう。ねえ、どうするのこれ。私たち閉じ込められてるのと同じだよ。めぐみ、大丈夫だ、安心しろ。パパはママと結婚するときに心に誓ったことが一つある。それはどんなことがあってもパパは家族を絶対に守るということだ。もうパパ世界で一番かっこいい。ダメだ、この二人天然すぎる。そうだ、リュウ大丈夫？あんたは特に変わりない？バブ、なんか焦ってるの私だけ？とりあえずなんかじっとしてらんないから外の様子見てくるね。この湖どのくらい広いんだろう。全然周り何も見えないけど。あ、何あれ、もしかしてなんかあれに隠されてるんじゃない？絶対そう。なんか異世界系のやつもああいうのから神様みたいなのが出てきてたもん。あ、なんも入ってない。うわ、そんなこと言ってたらもう夕方だよ。今日はとりあえず家でおとなしくしとくか。ただいま。外見てきたけど、やっぱり周り一面全部湖だった。あのさ、なんでこんなご飯が豪華なの？だってこんななんでもない平日の日にみんなで一緒にゆっくり過ごせるなんてめでたいじゃない。何言ってるの母さん。もしかしたらここから出られないかもしれないんだよ。食べ物だっていつかなくなっちゃうかもしれないでしょ。バカなの？まあ、めぐみったらママに向かってバカなのとか言っちゃって、ほんと私に似てギャルなんだから。めぐみも昔のママに似てツンデレだな。どうしよう、この家族なんでこんな天然でのんきなの？ちなみにママ、まだ食べ物あるの？ううん、もうないわよ。明日買いに行けばいいじゃない。そっか、もう何言ってもダメだ。いただきます。わかった、これあれだ、絶対夢だ。どうせ寝て起きたら元に戻ってるパターンでしょ。そんなさ、寝て起きてまさか家が移動してるなんてないない。そんなのあるわけないじゃん。さ、早く寝てさっさと現実世界に戻ろうっと。あれ、おかしいな。私の予定では寝て起きたら元に戻ってるはずなんだけど。困ったな、これじゃまた仕事に行けない。問題はそこなの？大変、二人とも龍がいないの。え、龍がいない？お家の中はくまなく探したんだけど、どこにもいなくって。そんな、まさか湖に落ちたとか？そんなわけないよね。もしかしてあそこ？バブ、もう龍ったらこんなとこに入って、そりゃ見つからないわけね。赤ちゃんの頃は好奇心旺盛だからな、いろんなところに行きたがるんだろう。ほんと、その中に入ってたらまるで神様ね。ああ、龍が神様だったらこうやってお祈りして元のお家に戻してくださいって願ったら戻してくれないかな。じーバーブ。なんかわかんないけど元に戻ってる。よし、それじゃあ会社に行ってくるか。龍、あんた何したか知んないけどナイスすぎ。バブ、何何、すっごい力使っちゃったとかそんな感じ？カーセ、こないだの異世界ものの続き持ってきたぞ。平井、もう異世界ものはいいから違うのにして。そうか、あんまり合わなかったか。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタン、高評価もよろしく。 Twitter もやってます。概要欄にリンク載せてるから、よかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も元気に頑張ろな。バイバーイ。